いやー、はるばるまた来たぜ、埼玉。あいてててて、毎日みっちり練習してきたから筋肉痛だよ。ああ、俺も。お前もいきなりすごい量の練習できつかっただろう。筋肉痛とか大丈夫か？なんだ、見られてたのか。心配するな。あの程度の怪我なんか気合が入ってればどうってことないさ。練習に怪我はつきもの。いちいち気にしてたらやってられないって。そろそろ開会式だぞ、みんな準備しとけよ。はい。サッカー協会が主催するリーグ戦、ニューヒーローリーグ、その開会式が間もなく始まります。今月初めに行われた全国中学生サッカー大会およびその都道府県予選で日本中を賑わせた強豪校を集めたエキシビションの大会ですが、来月にアメリカで行われるジュニアユースの国際大会の代表選考の意味合いを持つ重要な大会でもあります。強豪校同士の戦いはもちろん、代表の椅子をめぐる子と子のぶつかり合いにも注目です。今回参加したチームの中から果たして誰が日本代表に選ばれるのでしょうか。これより入場行進です。どうにかどうにかこの日を迎えることができました。この短事実でよくここまでこぎつけたものだ。まったくです。大会趣旨を理解し参加してくれた各校の関係者には本当に感謝しかありません。フランス国際ジュニアユース大会の中止、そして新たに開催されるジュニアユースワールドチャレンジ、しかもその新たな大会にはフランス国際大会よりも数多くの世界の強豪が参加してきている。想定していた代表合宿などの強化策ではそれらの国々と戦い続けられるだけの力をつけることはできない。はい、選手を大きく成長させるもの、それは試合です。そう、そのためのこのニューヒーローリーグだ。たとえエキシビションの大会であろうと、代表選考がかかっているとなれば選手たちもおのずとプレーに力が入るだろう。全国大会で選手たちが見せたようなギリギリの戦いから生まれる実力の伸び、それがこのニューヒーローリーグでも見られれば、そしてもう一つの目的も達成できれば、それは世界と勝負するための極めて大きな力となります。ああ、あとは彼らを信じるだけだ。みんな、いよいよニューヒーローリーグの始まりだ。相手はどこも強豪ばかり、全勝を目指すには一試合も気を抜くことはできない。だからどんな試合のどんな時も俺たちは全力で戦う。富良野中のサッカーで絶対に優勝しようぜ。ああ！お前はこれが初めての試合だな。緊張してるんじゃないか。度胸が座ってるんだな。頼もしいぜ。お前の実力があれば絶対に大丈夫だ。試合もその調子で頼むぜ。よう松山。お前たちとは小学校の時以来の対戦だな。ああ、あの時は負けたが今日は絶対に俺たちが勝つ。俺たちもお前たちもチームメイトのほとんどが小学校から一緒のチームだ。似た者同士の対戦、どっちの団結力が強いか勝負だ。もちろん望むところだ。お前1年生らしいな。だが年下でもうまいやつはうまい。そのことを俺たちはよく知っている。容赦はしないからな。挑発してくるとはいい度胸じゃねえか。
敵の弱点から容赦なく攻めるのが俺たち明和東のサッカーだ。覚悟しろよ。お聞きください、この大歓声。スタジアムは超満員。いよいよ注目の対決の火蓋が切られようとしています。富良野対明和東、ここ埼玉ワールドスタジアムは割れんばかりの大歓声。さあ、大歓声の中、両チーム選手の入場です。闘志をみなぎらせる選手たち、その熱気がこちらまで伝わってきます。緊張の面持ち、選手たちがこの一戦にかける思いがこちらにも伝わります。ここで両チームのスターティングメンバーをご紹介しましょう。まずはホームサイド、富良野。4人で中盤を構成する形になっています。キャプテン松山くんを中心に抜群のチームワークを見せる強豪です。全員一丸となって攻守に走る姿は見ていて清々しいものがあります。そしてアウェーサイド、明和東。4人で中盤を構成する形になっています。エース沢木くん、キャプテン成田くんを中心に非常にまとまりのあるチーム。そして全員一丸となって特攻するスライディング部隊が敵を脅かします。まもなくキックオフです。試合開始。はっはっ、横にかわして突破。えはっ、中川くん、ここからチャンスを作れるか。ここは無理にさせません。小田くん、ここは抜かせません。素早く残り込む小田くん、ここだ。次々にかわしていく。パントキック、どこまで運べるか。絶妙なインターセプト。若松くん、ここはパスを出した。パスを出します。花井くん、よし。松山くん、あらわしのようなドリブル。いけー、イーグルショット。これは反応しているぞ。キーパー止められない。松山くん、よし、みんな俺に続くんだ。よし、いけー、イーグルショット。見えた。沢木くん、ロングボールを送る。榎本くん、このボールをコントロール。チャンスが決まった。それそれ、ナイスタックルを決めた。森田くん、激しいタックル。横にかわして突破。何だと。連続突破で見せます。かわしてくれた。あ、かわした。止められない。ここから一気に攻め込みたいところ。渾身のシュート。セブンディシュートだ。これは正面から抑えに行く。村沢くん、ボールはまだ生きている。はあ、ボールと真っ向勝負。村沢くん、ボールはまだ生きている。これを正面から抑えに行く。村沢くん、ボールはまだ生きている。石井くん、ここはクリアだ。小田くん、このシュートでゴールを狙う。このボールに飛びつく。懸命にかき出した。チャンスが決まった。ドリブルで突破。そんな、それ。さあ、次々にかわしていく。あっ、かわした。もうこのイーグルショット。もう遅い。このボールが飛びつく。キーパー止められない。負けないよ。まさにニューヒーロー。期待にたがわぬか。沢木くん、ロングボールを送る。榎本くん、パスを回す。川越くん、中川くん、ここは抜かせません。成田くん、ボール奪取成功。
っという間に前半も15分が経過。ここから流れをつかむのはどちらのチームか。かわして振り切った。堀君スライディングで完登。沢木君ここはパスを出した。それ森下君激しいタックル。はっパスを回す。ははっ渾身のパスを味方に送る。いけ回して振り切った。このタックルは不発に終わります。大きくパス。ここはパスを出した。いけはっ素早くつなぎます。これは必殺のロングパスだ。麦田君ここはパスを出した。スライディングで止めた。沢木君素早く横に倒す。佐瀬君ここは抜かせません。それ小田君ワンタッチで送る。成田君激しいタックル。チャンスが決まった。それかわして振り切った。何ここから長い距離のパスを狙う。パスを出します。それボールを奪った。敵陣へ攻め込みます。チャージが決まった。ここから長い距離のパスを狙う。末永君ボールを奪った。体ごとぶつかっていった。ここはパスを出した。それダイレクトでパス。はぁそれパスを奪い返した。なぜかよ激しいタックル。松山くんパスを出します。小田くん激しいタックル。それ富良野この作戦指示が功を奏するか。時計は30分を過ぎました。前半のアディショナルタイム突入です。沢木君ここからちゃんと作れるか。麦田君激しいタックル。素早く横にかわす。敵陣を切り裂く。パスこれは通るか。そらこれだけ振り切った。そら小田君それセンターラインを越えて攻め込む。ゴール前に持ち込んだ。小田君もうシュートを放った。あっとこれを弾いた。さあこの位置で受けた。ここからセンターに速弾。フラン前半を優位。後半戦キックオフ。このパスをトラップ。ここはパスを出した。横をすり抜けた。長川君タックルを決めた。それ横をすり抜けた。連続突破で見せます。敵陣へ攻め込みます。横にかわして突破。これはドラムだ。ここから長い距離のパスを狙う。それそら渾身のパスを味方に送る。はぁ本田君ここはパスを出した。激しいタックル。横を振り抜けた。止められない。素早く横にかわす。次々にかわしていく。あとドリブルを見送る。ボールを浮かせ天高く舞い上がった。まさに妖精。自分の力を込めたシュート。キーパー一歩も動けず。すごいっす。みんなのおかげだ。ニューヒーローの勢いが止まりません。そらパスを受けた。いけ榎本君ここはパスを出した。それチャージが決まった。これは必殺のロングパスだ。はぁ渾身のパスを味方に送る。ここはパスを出した。ドリブルで突破。スライディングで止めた。いけ末永君ここからチャンスを奪えるか。麦田君激しいタックル。かわして振り切った。敵陣を切り裂く。よしかわし しまった。敵陣を切り裂く。川越君ボールを奪うことができません。あっと奪い返した。パスを出します。それおら小田君ここは抜かせません。素早く横に倒す。川越君ガ
奪い返した。いけ中川くん、ここはパスを出した。そうか、スライディングでカット。素早く横にかわす。ドラくん、激しいタックル。時計アップに後半の15分を過ぎています。激闘の決着まで残すところわずか。力を貯めて強烈なシュート。ヘブンリーシュートだ。キーパー一歩も動けず、鮮やかにゴール。入った、やった。さあ沢木君、ロングボールを送る。パスを回す。川越君、ロングパスだ。パスをトラップ、チャージが決まった。佐瀬君、ダイレクトパス。鋭いスライディング。素早く横に倒す。敵陣を切り裂く。横にかわしてキャッパー。何、止められない。かわして振り切った。ドリブルで突破。石井君、このスライディングが決まった。チャージが決まった。パスを回す。ダイレクトでパス、かわして振り切った。連続突破で見せます。スライディングで止めた。明和東、ここでスライディング部隊が本領発揮。末永、パスを回す。若松君、ここは抜かせません。ワンタッチで送る。金田君、素早くつなぎます。素早く横にかわす。これはゴールだ。横にかわす。やった。チャージが決まった。ソラ、パスを回す。ユニタ君、タッチを決めた。フラノ、これはチーム全員で相手ゴールを目指すなだれ攻撃だ。横にかわす。突破、連続突破で見せます。必殺のシュートでゴールを狙う。シュートだ。真っ向面からシュートを受け止めた。これは見事にキャッチ。パントキック、どこまで運べるか。ここは隙にさせません。横をすり抜けた。はい、任せるか。ここで止めた。素早く横にかわす。次々にかわしていく。横にかわして突破。止められない。素早く横にかわす。さあ、試合も残りわずか。最後まで熱い展開を期待したいところです。ヘブンリーシュートだ。村田君、このシュートに反応している。ここでタイガーショット発進だ。真っ正面からシュートを受け止めた。あっと、これを弾いた。クリアでキューバをしのぎます。ここからどう持ち込むか。やっ、かわして振り切った。完勝。大量得点で試合に花を添えました。